ちは。今のタイトルも、それからチラシにあった菅原文太さんの意思を継いでというタイトルも私がつけたわけではありません。来てから知りました。で今まで夫が元気だった時も憲法9条の会というのは何回か各地で出ましたけど、こんな派手な会は初めてで、やっぱり宮城だなと宮城県人はこういうことが好きなんだなと思いながら、ちょっと早く来すぎて、何を喋ろうと思ったか、一応メモはしてきたんでそれ見ながら喋ります。私は今の山梨県北部の北杜市というところで 2.5 ヘクタールの賃貸農地を3人の就業者と一緒に零細な無農薬有機農業を営んでいます。でアスパラガスだとかトマトだとか作っておりますが、その北杜市からこの仙台まで来るのは約6時間かかりました。甲府まで、車で出て甲府から中央線に乗る、新宿に着く、新宿から東京駅に着く、東京駅から新幹線ということで、意外と日本も広いもんだと思いながら参りました。ですね、今日こうやってダービーだと思うんですけど、ダービーも見ずにアウトレットにも行かずによく、本当に真面目にいらっしゃってると思って、あんまりバカな話もできないなと思いますが、さっき の寸劇見ていて、なんかいじめて謝ってるのは安倍さんっていう名前にして、なんか安倍さんとか菅さんっていう名前で出た方が良かったんじゃないかなと、そう思った方がもっと臨場感というか出て内容がよく分かったような気がします。そうですね、菅さんは秋田の生まれで、出た頃は夫もなかなかいいじゃないかって言ってたんですけど、安倍政権で念願の官房長官に就いたら、雇用、引き立ててくれた人に忠誠を尽くすあまりに、どんどんおかしなところに行って原点をすっかり忘れてるんじゃないかなと。でそれ私姿見ててちょっと極端な言い方ですけれども、ハンナ・アーレントの「我ら皆アイヒマンの子」という本を思い出します。彼を見ていると、要するに非常に有能な本当は家庭人としても素晴らしい人が、職務に忠実なあまりにどんどん残酷な残虐な行為にはまっていくという。でこれは別に菅さんというか誰でも、アイヒマンに限らず私たち誰でもがそうなる可能性があるという、そういう警告の人です。で話がまたちょっとおかしなとこ行きましたけど、もし長くなったら止めてください。それから私はこの仙台九条の会っていうのは10年前にできたと聞いてますが、この10年間とこれからの1年間というのは全く違う1年だと思います。来年の参議院選までの1年というのは、皆さんがよく分かっておられるように、日本が、国民主権、それから、国民中心の国から国家主義、国家中心の国に移ろうとしている、この政権に歯止めがかけられるのかかけられないのか、それはひとえに合法的には選挙しかありません。そうなるとこの参議院選挙 でよほど野党が結集してしっかり対抗軸にならないと憲法改正に一気に進むんだろうと。だから来年の参議院選はもしかしたら解散して衆議院も同時選挙になるという可能性もないとは言えないと思います。でこの憲法9条の会というのは各地にご当地9条の会がありますが、昨日聞いたらまとまってはいないと。これまとまらなくちゃ何の力にもならないんじゃないでしょうか。まとまって
まあ7500とかあるというから、仮に1000人いたら750万票ですよね。で、まあすぐに7億5000万ぐらい集まると思いますから、10人ぐらい候補者を立てられるでしょうし、これからの1年っていうのは今までの10年の運動とは全く違う、もっと具体的な目標が、敵がはっきり見えてるわけですから、そこに向けて の、 戦略というか結集していかないと、各地にリベラルな集団はいっぱいあります。いろんなところから連絡が来たり、署名してくれとか来ますけど、それらが集まってそんなにあるのに、なんで安倍さんのような政権が生まれるのか。でこれを私は民度だと思っていましたが、実はその私がこの今日持ってきましたけど、世襲政治家がなぜ生まれるのかという、元最高裁判事福田ひろしさんという方が書いたこの本を、もうこの1週間前ぐらいにたまたま読んで、この民度の低さじゃないんだと、それからそれは何かっていうと、民意や民度を反映しない、この人口比に、を反映しない選挙制度にある。このもう小選挙区制もダメですけども、日本が行政、ごとに行政体、自治体ごとに候補者を立てるっていう、この人口比を反映しない、つまり一人一票っていうのが生きてこない、これを最高裁も合憲だとしたわけですね。ここに全ての元凶があると思います。だから国会議員 の、 半分は世襲ですよ。それで安倍さんみたいな3代目は空用で、売り屋と書きみたいな、国をアメリカ英語で売り用と書いた、売りますと書いた、こういう政治家が生まれるわけです。だから皆さんの選挙区にも2代目3代目4代目で、あるいはいい人もいるかもしれません、付き合って楽しい人もいるかもしれないけれども、この今この1年は、今までまあお任せ民主主義でのんきにやってきた時代とはもう全く違うわけですから、2代目3代目4代目が立候補しないように、あるいはしても入れない、そのくらいの一人一人がやらないと、選挙制度を変えたりするなんてことはまず間に合わないわけですから、それを次の選挙ではもう絶対に2代目3代目4代目には世襲議員、貴族化した世襲議員には入れない。これは山口に行って言いたいですけどね。まずは10分経ちません？まずね、あと何分ですか？いいよ、何分喋ったって。それと私は一番安倍政権が出してきてる、次々出してきてる政策の中では、国土強靭化計画っていうの、これが一番危険だと思ってます。というのは、私はこう自分が農業して地方で暮らす生活者として一番身近に感じるのは、まあ、70年前に終わった戦争の時に親たちや周囲で話してた、国は命も財産も全部召し上げたと。で、いろんな家庭の中にあるもう金属やら何やら全部供出したと。こういうことが、この国土強靭化計画の中には、いかにも自然災害に対応しますというふうな表向きの看板はそうなってますけど、大規模災害っていうのは戦争も大規模災害なわけです。このことを当然想定しているなと読めるような内容なので、これは皆さんもよく読んで、この中に書かれる、もちろん備えはしなくちゃいけません。耐震度も増さなくちゃいけないし、火事があったらみんな丸焼けになるようなところもきちっとしていかなくちゃいけないけれども、安倍政権がやってることはもう何か隅から隅まで、生活の隅々まで実に行き渡った政策を提言していて、国民を巻き込んでる。これはもう自分たちが気がついて、まあ一人一人が、まあ、菅原がちょっと話飛びますけど、あんなに元気よく辺野古でああいう演説ができたのは、彼が
あの、はい、はい、国が薬剤映画を撮っても何のお咎めもなかったような自由な時代があったからエネルギーがあったわけですね。ああいう国民が日米同盟の鎖につながれている国にさらに鎖でつながれている国民になったらダメだっていうことを私は申し上げたいと思います。